どうもこんにちは、ボボテッペです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、5倍釣れる猫リグ、こちらをねご紹介したいと思います。初心者必見といった感じでやっていきたいと思います。なのでね、初心者用です。本当初心者用。はい。でまずですね、むやみやたらに岸辺に近づかない、これが一つ目です。で二つ目はね、いつもと一緒なんですけど、岸寄りをねしっかり攻める。はい。そしてちょっとね、リグり方、あの猫リグと言いますとこんな感じで、針むき出しなんですけど、これをね、まあ、こうね、こっから針先入れてこう貫通させたら、今度はこうちょっとねくるっとさせて針先を隠します。こういった感じで、はい、これがおすすめです。はい。でワーム、カットテールワームですね、ゲイリア山本4インチ。でシンカーね、今 0.4g なんですけど、まあおすすめはね 1g とか 1.3g がおすすめです。でね、しっかり岸寄りを攻めるね。あのこれだけでもう2倍釣れますね。これだけで2倍釣れますで、今なんかはね、そこにあのあれが立ち木、流木、立ち木、あの木がねそこに2本入ってるんですけど、今はねこの目の前にあるいかにもバスがいそうなね沈んでる木、それをね狙ってます。足元ね、本来ならそこまでね水があるんですよ。なので本来ならそこに落とし込むのが、いいんですけど、まあ、仕方ないんでね。でね、今度は、ね、足元探りました。足元変化なしです。足元には多分魚がいないんだろうなということで、今度はねより岸辺に近づいて、次はねいつも通りです。はい。いつも僕は何をしてますでしょうか。でででん、観察ですね。なので偏光グラスをねかけた方が有利です。はい。ここもねちょっとね面白くて、まあそっちがワンドなんですけど、まあ向こうはねずっとなだらかにシャローですよね。なんですけど、ここに来てブレイクがこっちに一気に寄ってますよね。なのでまあこんな感じで、そこら辺の、ね、木の先までね向こう側はシャローだと思うんですけど、ですのでまあブレイクがこんな感じでこっちに一気に寄ってるんですよね、ブレイクが。そしてさらに、そこが張り出してますよね。はい。3つ目、ね、しっかり観察すること。まずね一気に投げないで、あこんな感じかなっていうね、クリアウォーターだったらねしっかり偏光グラスをかけて、どんな地形なのか、どんな底質なのかっていうのを確認する、ね、それだけで3倍釣れます。はい。で次4倍ね、闇雲にキャストしないということですね。はい。いつも一緒です。はい。で例えばそこだったらね、そっちのワンドよりもやっぱりワンドの入り口ら辺にあるこういったね木だったりとか、そこにね張り出してるんで、地形がそこの張り出しに正確に入れ込んであげる。もうこれはね、もうどのルアー、どのリグ、どのワーム、ね、もう基本中の基本です。で猫リグほどねこうやってシェイキングでこうやってくるんですけど、ね、初めての方は多分このシェイキング難しいです、ね。さあこれもね説明しましたけど もう繰り返し繰り返しになっちゃうんですけど、さあ次はもうこれだけで5倍釣れます。アクションのお話です。まずはね闇雲にキャストせずに、ああいった地形変化をね狙う、正確に投げ入れる。風がやばいね。そしてズル引きですね。でズル引きで引っかかったところを止めたりとかするんですけども、ちょっとねこっち寒いんで向こう行きたいと思います。さあ、まあね一応風裏ということで釣れそう。まあねここをまあもうシャローフラットの、ワンドランでもうほぼほぼ沖に投げただけですけど、ズル引きです。とにかくズル引きで、ゆっくりでこう今ね、まあ一応沖に向かってロングキャストしたわけなんですけど、水にねラインが馴染むまであのボトムがねすごく取りづらいんで、ボトムが取れたとしてもその地形変化にねこうルアーをこうはわせづらいという
ちょっとね感じですので、かなりスローですね。スローにズル引き、もうアリが歩くよりもスローですね。こんな感じで、ね、地形変化を探す。今なんかちょこっとね引っかかりました。ブレイクかな、そこ。そうですね、ブレイクっぽい。ということで、まあ、ブレイクがそこら辺にありますよとね。しかもなんかいろいろ沈んでますね。でネコリグの特性上ですね、あのシンカーがね頭にぶささってるんで、すごくあのフォールが早いんですよ。なのでまあリアクション効果が出るかっていうとそこまでなんですけど、それでもねやっぱりその動きにバスがすごく反応したりするんで、ボトムバンプですね。なぜならそこが引っかかるんで、やっぱ引っかかる場所、そういうところでね変化集中している場所でやっぱりこうアクションの変化を集中させる、そういったところでこうちょっとボトムバンプポン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 、はい、シェイクとは違うんですね。ボトムバンプポン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 、チョン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 って、そうするとブワッ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 っていう感じでボトムバンプします。まあ、正確にいくとブワッストンブワッストンブワッストンっていった感じで、ね、ルアーが動いてます。まあね風裏で、春だったら釣れたかなまあ冬なんでね、まだまだちょっとディープに入っちゃってるかなっていう感じがしますよね。で今みたいに結構ねブレイクがそこら辺にあるよねっていう感じでしたけど、ただまあ一番変化があったところに速攻投げ入れちゃって、そしたらやっぱりズル引きして、そうラインがね馴染むまではちょっとズル引きをねかなりゆっくりかなりゆっくりして、じゃないとそのボトムの変化をね取りづらいんで、そうね、ここで今引っかかってるんですけど、でシェイクで、このシェイクはねもうなんだノーシンカー、ダウンショットでもシェイキングご紹介しましたけど、本当もこんなもんなんですよ。なんだろうな、今なんか1センチ2センチ、大きく触れた時3センチ5センチそんぐらいなんですけど、なのでやっぱりまずはボトムバンプがねしっかりできるようになってからですね、チョンチョンチョンっていうねこういうボトムバンプができるようになってからですね。まずはやっぱり初心者さんはねシェイキング難しいです、ね、この動きをねいきなり出せるかというと出せないんでね、まあ毎度毎度ご紹介しますけどね、僕のチャンネルにはゼロから始める釣りガール生活という企画でね、味噌ラーメンちゃんという可愛い可愛い女の子がいるんですけど、その子にねシェイキングちょっとねこんな感じつってやらせてみたんですけど、やっぱ難しいんですよ最初は。なのでねちょっとボトムバンプ、それがねまずはおすすめです。はい、こんな感じですかね。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。真冬なんでねなかなか釣れなくて本当申し訳ないんですけど、ちょっとねバス1月釣れないかもね。今日ちょっと午後までねちょっと時間があるんですけど、それまでにバス釣れなかったらもう多分1月釣れないっていうことになるかな。はい、まあ、仕方ないです。もう緊急事態宣言なんでね、ちょっとなかなかちょっと行けるような状況じゃないんで、こういった感じで、サクサクっとノウハウをお伝えするような動画をね作ってますけども、ではですねこんな感じで5つの項目をですねしっかりしっかりねやり込んでくださればね、初心者の方でも必ずね最短距離で釣れるようになると思いますのでね、ぜひとも試していただけたらと思います。ではですね最後までご視聴誠にありがとうございました。ボボテッペイことボボちゃんでした。もしですね僕のことを応援してもいいよって方はね、まだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではですねまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。